はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。おい握手しようぜ、クソレッキー製造工場長です。さあ本日なんですが、皆さんは、ファラオの審判というカードご存知でしょうか。このカードなんかそのイラストとはかけ離れた、クソ性能をしてまして、イラストなんかすごいなんかなんだろう、遊戯さんのイラスト書いてあって、アテムのイラスト書いてあって、なんか結構エモそうなカードだなとか思うじゃないですか。あのね、効果マジ終わってんですよこれ。自分の墓地に友情が存在している場合が、に適用できる効果と、あと結束ユニティが存在している場合に適用できる効果、両方ともあって、これどっちか選択して発動するんですけど、まず友情、この、握手するこの友情ですね、これ友情がある場合、墓地にある場合、これ発動すると、ターン終了時まで相手のフィールド上のモンスターの効果が無効化されて、相手はモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚セットできないし、モンスターの効果の発動もできないし、無効化されるっていうカードなんですよね。終わってません効果、もうなんか対話する気ないやんそんなことある、このイラストであまりにも対話する気なくて草なんだけど。で、結束ユニティが存在している場合は、モンスターじゃなくてこの魔法トラップなんだけど、魔法トラップカードの効果が全部無効化されて、相手は魔法トラップカードを発動セットできないし、魔法トラップカードの効果の発動もできず無効化されるという、これどっちかが使えますよっていう効果なんですね、これ発動すると。で、結束ユニティっていうカードがこれで、まあ、友情っていうカードがこれなんだけども、これを墓地に送っておいて、これ発動するとそれの動きができますよと。はい、まあ、やっぱこれのこのカードの要はサーチ手段がやっぱりラビリンスとか使わないとなかなかなくて、今までは結構ちょっと難しかったんですよね、コンボパーツとしては。だけどちょ診断で、あのアタオカイカレカードが実装されまして、まあそれトランザクションロールバックっていうんですけども、トランザクションロールバックってトラップカードの効果コピーできるんですね、通常トラップだったら。だからトランザクションロールバックでこのファラオの審判っていうカードの効果、これコピーできるんですよ。だからあとはね、クソ簡単で、墓地にカード叩き落とせばいいんですねすげえ簡単で、その墓地にいっぱいカードを叩き落として、バカみたいにいっぱいカードを叩き落として、でトランザクションロールバックでファラオの審判鼻くそほじりながら発動すると、相手なんもできないということがありまして、でこれを実現するべき今回はデッキを作ってきました。まあ、財宝ギミックとティアラメンツギミック組み合わせると、結構な枚数あの墓地にカードを叩き落とせるんで、この子もまあまあ決まります。まあ展開通ればね、まあ、展開通んなかったら普通にそのティアラメンツムーブで一応戦えばいいようにはしてあるんですけどね、あのデッキとしては。まあ展開全部通った時にはその、激キモムーブをして、相手に嫌がらせをしたいというところで、今回はこのファラオの審判というカードの、効果を、まあ、相手にお見舞いしていくというねところを見せていきたい。友情が存在する場合に発動できるこの効果、完全に友情を破壊している。ああ友情破壊コンボやっていこう。デュエルスタンバイ。さあ、史上最強の友情破壊コンボをお見舞いしていきましょう史上最強、こっち待って、これどうしよう。一旦これはレイノハートからいって誘発見てえな。ちょっとレイノハート召喚するんだけど、なんか誘発あるでしょ。いや、あ、ないんだ。誘発ないの逆に怖えな。逆に怖えな。ティアラメンツハウフにス誘発ねえの逆に怖えんだけど。ティアラメツハウフニスの効果を起動するぜ。あやるやんけ。まあそういうことで、ね、まあいいでしょう。ハウフニスがやられてしまった。俺の融合手段がマグラムート。はい、まあさすがにちょっと1回裏ですか。ちょ2連発ビーステッド飛んでくるのマジやばいから、あとチェーン的に多分増殖するしねえわ。で、これマグラムートを止めておいてからのディアベルスターを爆発させていくしかねえな。レイノハートをコストで、1回ディアベルスター墓地を送ります。でディアベルスターの効果を起動するぜ。特殊召喚に成功したため、デッキから現在砲スネークアイをセット。そして、現在砲スネークアイの効果を発動するぜ。現在砲スネークアイによって、クロマジョディアベルスターを墓地に送って、まあ、手札から出てくるのクソ弱いけどなこれクソ弱いけどな。スネークハイ、エクセルを特殊召喚し、そしてポップルスを手札に加えていく。ポップルスの効果発動。これちなみに今からね、あの墓地壊しギミックをお見せします。これとあるね、あのティアラメンツデッキのプロの方がいらっしゃいましてね、その方の、まあ、あの展開を、まあ、王に参考にしたというか、まあ、パクったというかという、動きなんだけども、今から
キュリオスおよびジアンデッドしていきます、はい、でスネークアイを使ってで、スネークアイを貼り付けまして、で、スネークアイエクセルの効果、まずポップルスをコストにしてエクセルを特殊召喚、多くを特殊召喚、これ色がエクセルなんだよな、マイクロソフトエクセルなんだよこいつ色が。ちょっとさ、名前さ、お前をエクセルにしてくんない？でこなんか青い方を多くとかに しようぜ。わかりにくいんだよ。で、多くの効果起動してフランベルジュバクタンブーン。で、この2体使いまして、なんだっけこれ、パズロミノ、何のパズロミノなんですか？落ち消しか、落ち消しのパズロミノ。落ち消しってどういう意味？落ち消しのパズロミノを出していく。で、フランベルジュドラゴンの効果、特殊召喚して、はい、で、ブドウミ、はい、でこれでレベルを変更していく。リンク先のモンスターをレベル8に変更する。はい、でリンク3してトガちゃん出す、ちゃんとか出し、オッケー。でトガちゃんの効果起動する。フランベルジュ特殊召喚、よし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 、これでレベル8のモンスター2体。ちなみに今炎属性しか出せないから、お前邪魔だからどけお前どけ。でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあらろ、ジアンデッドバンパイア、ジアンデッドバンパイアの効果も先にちょっとリンクリボ使っとくか、リンクリボの効果起動してエクセルをリリースして特殊召喚し、そしてジアンデッドバンパイアの効果、素材を切り、お互いのデッキの上からカードを4枚持ち送る、モンスターを特殊召喚。え、アレバス、なるほど、まあ何でもいいな、これ闇属性だと何でもいいので、ディアベルスターでいいか。ちょっとティアラメンツクシャトリラは墓地落ちた時の効果があるからな。そしてティアラメンツクシャトリラの効果、カードを3枚墓地送る、あ2枚だった、お前間違えた、ごめん。そして、トリビカルマが墓地落ちていく、トリビカルマの効果によって、いやこれもサリークだな。でちょっと待って、これ ここでキュリオス、これ待って、キュリオス何落としてもいいんだこれ、むずいな。まあ、闇属性のモンスターが3体で、種族が異なる闇属性のモンスター3体でドミニオンキュリオスだし、ちょっとこっから難しいんだよな。何が落ちてんのこれ、ファラオ落ちてんのか、ファラオ落ちてる。ちょこっからはね、ある程度むずいんだよ。ただコンボパーツ全然落ちないんや、これトランザクションロールバック落とすしかないか、トランザクションロールバック落とす、でドミニオンで、あーファラオ落ちすぎ、いやまだね、まだいけるんすよ、まだ。なんでかというとグリーフがあるん でグリーフ効果、これでシェイレーンを特殊召喚しながらシェイレーン墓地送る、でシェイレーンの墓地送られた場合の効果を発動し融合召喚をする。 B セット2体はもう多分ないから、でこことこれでいいか、で特殊召喚、うお、ティアラメンツキトカロス効果発動、キトカロスちゃんの効果によって、まあ、レイノハート、モンサイレモンな、レイノハートでいいか、レイノハート持ってくる。そしてハウフニーさんもう使ってんだよな、ハウフニーさんもう使ってるから、もう使ってるとはいえちょっと墓地の来るしかねえ。ティアラメンツキトカロスで、ちょっと待って、友情か結束どっちかはさすがに、いやでも楽園だからな、どっちでもいいんだけど、まずこうして、でさらにティアラメンツキトカロスちゃんとティアラメンツクシャトリラ君の効果が発動し、はい、で自分のデッキから墓地を送る、でさらにキトカロスの効果で墓地を送る、あ落ちねえ、マジで落ちねえ、助けてくれ、落ちねえ、結束と友情が落ちねえ、友情破壊コンボがどうしよう、マジでこっち待って、これやべえか。ロールバックフォアラオの消し、いやーこれな、ちょっと結束と友情が落ちてねえんだよな。まちょっとレイノハートだけ出すしかねえ、レイノハート出します。ちょっと待って、これ奇跡起こすしかねえ、これここまでソリティアして俺何も決まないとかあんのこれいやこれあれか、もうこれシェイレーン持ってくるしかねえか、これサリーク落としてシェイレーン持ってきて、シェイレーンの効果でレイの切ってまだ墓地壊しするしかねえ。ちょっと待って、これ奇跡起きろ。でこれ効果
発動、いやこれ妨害に使えなかった、相手の一応のでシェイレーンからの効果発動で、特殊召喚して墓地送って3枚肥やす、あー落ちたー落ちたー、プレーオッケー、いやー時間ない、急ぎ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 、時間ない、マジでファラオの化身セットしてる時間これなくね、これ2段の中間、ちょっと待って、ファラオの化身、あ、ファラオの化身じゃない、ファラオの化身なんだ、ファラオの化身はあのアダイトズグモンスターだ、ファラオの審判ちょっとセットしてる時間ねえわこれ、うわセットしたか、セットした人生でした、48分しかないです、これやばい、マジでやばいんで、ちょっとさすがにリンクして白雪リンク、いやダメだな、これちょっと間に合わない、いやもうこれでんど、いやもう撃つしかない、撃つしかない、撃とう、無限法要とかもまあ言うて、まあ、この状況だと飛んでこないしな、これだからちょっと待って、ロールバック発動、ロールバック発動、おいちょっとお前このターンモンスター出すな、あ赤誰、あまあこれ融合召喚、キマイラとかされるとマジでほんとキモいぐらいめんどくさいんで、ちょっとムドラ一応発動して戻すのを回収をと、止めましょう、さすがにちょっと待って、これどれ止めるどれ戻せばいいのかな、この辺からちょっとわからない、この辺戻しといたらいいか、時間もあんまねえんだよな、ちょっと待ってくれマジで、いやこれ戻しておこう、はい、でこれで赤の烙印で相手のアルバスが回収できませんでしたで融合召喚しないでください、お願いします、本当にもう本当に勘弁してください、ちなみにリダンの一応シェイレーン墓地送る効果は残ってるんで、魔法タップカードは使えるからね、相手今ちょっと友情しか落ちないから、ただ友情が落ちてる場合は、このターン相手はモンスターを召喚、反転召喚特殊召喚できず、モンスターの効果を発動できないって本当キモい、激キモ激キモ激キモ制約入ります、で、スタマイフェイズリダンの効果で相手のデッキトップを吸収、モンスターが増殖する今いいだろう、 OK、 はい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 、縦ね縦でマグナムートの効果が無効になっています、バトルフェーズ入ります、はいいいでしょう、でぶん殴ります、リダン効果起動します、まあ、この効果に遅延して、あなんかあるの、なんだなんかあるぞ、相手魔法トラップの立ち上げ使えんですよ、ちなみに魔法タップ使います、ただモンスター効果は使いませんでシェイいやちょもうほんとやばい、ちょマジで時間ない、こうしてでカレイド出して、カレイドでマグナムート戻してで、ま効果起動、これ戻す、帰ってください、オッケー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 、来た、やーぶれあ、いいよ。それはいい。出作品はもうどうでもいい。セット、うわ、セット来い。なんで帰ってくれ。オッケー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 時間ねえ、マジで時間ねえ、あー、ペルネイの来たー、でかすぎー、ペルネイの来たのでかすぎー、で、一応スタンバイフェーズに相手のカードパクります。はい。あー、魔法カードありがとう。カード1枚ドローできる。でトランザクションロールバック効果発動します、ファラオの審判の効果によってもう一発ぶち込んでいく、お前モンスター効果使うな、もうお前もモンスター効果使うな、よし2ターン連続友情破壊コンボ決まった、2ターン連続友情破壊コンボ決まったぞ、神、異世界ペルレイの発動、異世界ペルレイの発動して、来たこれ、来たこれ、文字できたわ、神、よし、でレイのハート持ってきて、ちょっとハーフにするのいないんですけど、まあ、レイのでシェイレイン落とせるんで、レイの召喚してシェイ落として、で落としてあれだな、カレードと融合効果使えるからいけるな、でドミニオンも使える、あ強すぎで、シェイレーンの効果発動、カレードハートの効果発動マジでマジでマジで奇麗なこのデッキ、2ターン連続でファラオの化身が発動できる、ガチで強えな、起源それも裏らしよ、すべて無効にしちゃったよ、相手の動き全部無効にしちゃったわ、もうルルカロスでいいか、ルルカロス出して、はい、これで2ビリもケアよ、
おい。つえ。友情めっちゃ落ちた。友情めっちゃ落ちた。はい、バトルフェイズいきまーす。強いやん、神デッキに来た。対戦ありがとうございました。おい、握手しようぜ。ダブルシェイレーン、ダブルシェイレーンでも言うて強いか。ダブルシェイレーンちょっと高校のマックリクだとしたら優秀かもしれんな。ディアベルスターもいるしな。あ、まあちょっとね、枠なくてあれだね、あの反逆の財宝とかちょっと積んでる余裕なさすぎて高校がね、こういう話はあるんだけどね。はい、まあ、ディアベルスター、まあ、はいはいはい、お相手もディアベルスター。ディアベルスターのコストはスネークアイか。はいはいはい、エクセルね。なるほど、エクセル送るってことはこれエクセル引いてるってことか。エクセル送るのさすがにエクセル引いてるでしょ。で効果起動、まあ、何もないんですけどね。ちなみに手札に誘発は多分もう一枚エクセルなんじゃないかな。エクセル送るってことはエクセルある時ぐらいしかないと思うからね。え、なんか誘発うららとか打った時にエクセル召喚から入りたいもんね相手で。ポップルス、はい、まあ、あとは見守るしかねえな。ティアラメンツギミックも財宝ギミックもまあまあ手数出るんでね、まあ、そこそこやれるんですけどね。まあ何もなくても手数だけで意外と。でフランベルジュ効果、はい、で出てきて出てきて、これどこまで行くんだろうな。相手の盤面ちょっとわかんねえな。マスカレーナなんかあのムーブかな。財宝狩りの悪魔効果、なるほど。スネークアイ、戻してワンドロー、オッケー。こっから破壊剣士の万竜、えなんか急に急にバスターブレイダーできたぞ。どういうことぞ。わけのわからん動きしてきたぞ。なんだこれ。 IP マスカレーナ、まあはあ、あ、まあはあ、 IP マスカレーナ、はあ、ちょっと待って、これ何、これどういうこと。 IP マスカレーナ、リンクリボーマスカレーナ、守護万竜、なるほど。守護万竜効果、破壊、あ、じゃあバスターブレイダーか。バスターブレイダー特殊召喚できる、追憶送って、あー、なるほど。でフランベルジュ効果、あ、マスカレーナを置いて、あー、なるほどね、なるほど。なんかすげえ面白いデッキやな。これなんかスネークアイの中にもしかしてこれバスブレ混ざってる。これバスブレ、やば、ドラゴン族認定おじさん来た。ドラゴン族認定おじさん来ました。やばいですこれ普通に、やばい。あ、なるほど、なるほど、やばいね、なるほど、やばいね。あー、なるほど、やばいね、なるほど、普通にやばいこと起きてるねこれは。はいはい、でバンリューとスネークアイで、フランベルジ出てきて、あ、じゃなくて間違えた、トガ姫出てきて、でトガ姫の効果で、炎属性特殊召喚して、でフランベルジがもう一回出てくる。いや、やばやばいこと起きてる、劇的にやばいこと起きてるんですけど、なんかわかんないけどすごい展開力見せられてるんだけど。フランベルジュとトガ姫でアンブロエル、なるほど。やば、強くね。ちょっと待って、なんでスネークアイの中にあれなんかバスターブレイダーいんの。ちょガチでやばい、これ待って。バスターブレイダー君はちなみにドラゴン族認定してきて、ドラゴン族モンスターの効果全部無効化されるし、発動ディアみたいな効果なので、だからこれペルレイノにさアクセスしてペルレイノで破壊すればいいんでしょ多分。これペルレで破壊すればワンチャンだって。これ竜破壊の剣士バスターブレイダーはワンある、ワンある、だからまあワンある、まだ全然ワンある。だからグリーフは結構さすがに取っといて、ペルレイノ、ペルレイノだな、ペルレイノにアクセスすればなんとかなるな。まあさすがにシェイから行くしかねえよなこれ。シェイから動かざるを得ねえ。シェイ行こうか。なんだこれ、フランベルジュか。マスカレーナ前に出るっていう効果は、まあ、いつでも発動できる。おい、クソだ。
なるほどね。やるやん。やるやん。なるほど、やるやん。なるほど、やるやん。で、フランベル自効果起動して、マスカレーナが前に出てきて、ダリー。クソダリー。ダリー、ダリーな。これ、グリーフ起動して、グリーフ起動して、マスカレーナ、はい。マスカレーナ効果起動される。これ何出てくんだ、これウーサか。ウーサくせえな。ちょ、ウーサくせえわマジで。これウサギさんだろこれ。マスカレーナ、あ、まあそうだよな、ウサギ出てくんのか。きっちーきっちーきっちーマジでで、ちょっとぼちこやしだけは入れさせてもろて、ちょっとなんかこれどう、これ止める、これこれ止めます、これ止めます、ウーサちゃんの効果使います、フランメルジュ効果、あー使わないんだ、なるほど。ティアラメンザクシャトリラ君の効果は一応起動できるらしいです。まあ、3枚ぼちこやしは一応入るで、スネークアイオークからのフランベル銃、はい。あ、トリビカルマ来た。これ一応ペルレーノは貼れるぞ。ペルレーノは貼れる、ペルレ貼れる。ちょっと待って、スネークアイのモンスターもどうでもいい。分かった分かった分かった、もうご順どうぞ。いや、これペルレーノ貼れんの、あ、ワンチャンじゃねえのこれ。で、トリビカルマ効果、ああれか、ペルレーノは持ってこれねえか。あ、持ってこれるか、大丈夫だ。ビシャススターフロストガードメン修正だろうな、大丈夫だ。ペルレイの持ってくる。あ、サリーク、これサリークじゃね、これサリークじゃね、これサリークワンチャンない、サリークで、いや、これサリークワンチャンあるだろ、これちょっと待って、これいける可能性はあるぞ、全然全然いける可能性はある。ただちょっと待って、ウーサとバスプレイ2体重くねえか。ウーサとバスプレイちょっと2体重いな。2体無効にしなきゃいけないモンスターのも重すぎんだ、あまりにも。なんとかしてさ、ウーサだけリンクで殴れねえかな。打点的にはさ、ウーサを殴ったら、一応ウーサだけ処理できるから、これそしたらさ、あれじゃんね。サリークでさ、バスブレ無効にしたらワンチャンあるでしょ。ちなみにサリークのね、効果無効は永続なんで、まあ、それめちゃくちゃ強いんですけど、あ、でもリンクリボンいんのか、無理か。リンクリボンいんの無理じゃね。リンクリボンでウーサ守られるのか、これこれ無理じゃね、これこれどうすんだこれ。これどうすんだこれ。3体リンクしたらティアラメンズ消えるしな。そしたらサリークなくなるから意味ないもんなこれ。で、リンクリボー、リンクリボーが、飛んできて、で、バトルって言ったらリンクリボーを一応殴れる、絶対にいなくはなる。ちょっと待って、これマジでむずい。これ待って、ちょっとウーサとバスブレ2体重いな。ちょっとサリーク1枚だから絶対1枚どっちかは無効にできると思うんだけど、いや、これどうすんのこれ。アンブロイルね、はいはい、アンブロイルフィールドカード破壊する。まあそれはどうでもいいわ、それはもうどうでもいい、もうもはやもはやどうでもいい、そんなやつはもういらない。で、ちょっと待ってくださいね。これはレイノハートの方がいいか。レイノハート、サリーク、シェイレーン、墓地を送る融合か。いやー、これ待ってくれ、ちょっとほんまにやばい。一回レイノハート召喚して守備になる。で、カード1枚セット。これで、ちょっと待って、でもさ、ウーサとさ、これウーサとバスプレー両方とも無効にしてんだけど、これサリーク2回使えませんかね、どうにかして。これサリーク2回使えません、なんとかして。これなんか奇跡起きないかな、これサリーク2回使わないとこれあかんな。
あ、まあ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 、反逆はまあちょっとサリーク打つしかないんだけども、でちょっとアポロウーサーの効果無効にしますよね、これ絶対に。こうじゃないとこれ展開できないから。でアポロウーサー無効にするでしょ。でレイのハート墓地を送ります。はい、でレイの効果起動します。でシェイ送ります。ちょっと待って、マジでこれこれだってバスブレ重いって、バスブレ重いって、バスブレ重いって。これ融合一応するけども、して何が起きるのこれ、何も起きんくね。これ何も起きんくね。待って、これ何も起きんくね、これ何も起きんくね。いやまあ融合はできるんですけど、ちょっとドラゴン族認定されてまして僕効果発動できないんですよね。無理やんけ、何この謎デッキ。ウーサとバスブレどっちかにして、ちょいのなんだこの組デッキ、なんかちょっと強えな、なんか普通に参考になったわ。お前いいデッキ使ってんな。